これ絶対やっちゃダメです。もうそれは目的と手段がもうこれ入れ替わっちゃってるんですよね。はい、皆さんこんにちは。公認会計士の小山です。本日も受験生向けの動画を収録していきたいと思います。で、今日のテーマなんですけども、学習計画の立て方と、これはね、何回か僕の動画では発信してきてる内容なんですけども、まあこれはもう何回話してもいいぐらい超重要、まあ、そもそも計画がないと合格が難しいと思います。はい、まあ、計画なきものにふんちゃらかんちゃらみたいな格言がありますけど、その計画についてのハウトゥーが分かるような動画にしたいなと思って収録をしたいと思います。ではね、いつも通りラインナップを出したいと思います。今日は3つですかね。大きくは3つ。で、あとね、プラスアルファで、まあ、めちゃめちゃいいお話を最後したいなと思います。はい。で、まず1つ目ですね。必ずゴールから逆算してくださいっていうのが、これね、計画作りの鉄則ですね。まあ、何かっていうと、積み上げ方式に計画を作っていったとか、そんなあるのかな。まあ、作ったところでですね、そのゴールに当然直結するとは限りませんね。なので、ゴールから逆算をして、今何をすべきなのか。まあ、この地図を描く行為が、これ計画だと思いますので、ぜひね、ゴールから逆算してください。で、そのゴールとはっていうみたいな話をね、本編でお話したいと思います。2つ目。これはいつも言ってる、もうこれ何回言ってもこれこそいいお話。これ計画っていうのは実は一つではないんですね。何かっていうと、大ゴール、中ゴール、小ゴール、もっと言うと大目標、中目標、小目標と言いましょうか。それぞれのステージに応じてターゲットをしっかり作って、それをね、一個一個こなせるように計画を作っていきましょうというのが二つ目のお話になります。まあ、いつも言ってる大中小の話ですね。はい。で、三つ目はこれ、計画がその計画で終わらないためになんですけども、まあ、よく言うですね、目的と手段の不一致、これはね、よく話す言葉なんですけども、まあ、それの最大例、例えば勉強時間だったり勉強量ですね、何ページやとか、これは計画ではありません。これはあくまでその手段でしかないので、これを計画にしてしまうようでは、これね、本末転倒になりますね。そのお話なので、勉強時間だったり量を目標にしないというのが3つ目のお話になります。で、それを踏まえてですね、計画が狂った時どうすればいいんですかみたいな感じは滅んでね、最後お話したいなと思います。ではね、早速本編いきましょう。で、まず一つ目、計画作りは必ずゴールから逆算してくださいと。もうこれはもういつも言ってますね。これは常々言ってます。で、まずそもそもゴールは何なんだと。もうそれすなわち合格ですよね。合格しないと、まずそもそも社会に出られません。監査法人に行かれません。で、合格を引かないとですね、いや、そもそも俺は一般事業会社だとか、コンサルだとか、他の選択肢も得られませんよね。もうずっと試験勉強だけ続いてしまうので、まず合格してください。じゃあその合格っていうのはですね、まず、本試験のスケジュールっていうのをぜひ踏まえてほしいんですが、それはですね、やっぱり本試験、どこが、運営してるかっていうと、日本公認会計士協会ですね。なので、まず、日本公認会計士協会の論文式担当式のスケジュールは、まあ、各ホームページですねからしっかり取得してください。で、特に昨今だと、もうまさしくね、担当式が2回が1回になっちゃったりですね、論文式が8月試験がですね11月にずれ込んだり、まあ、コロナの影響でいろいろね、流動性といいますか、いろいろ変わってる時期ですので、まあ、ぜひね、そういうのは独学の方もいらっしゃるでしょうから、本試験のスケジュールというのは友達から聞くものでもなく、ツイッターから得るものでもなく、必ず協会ですね、公式のアナウンスをしっかりチェックすると、これがまあ一番重要ですかね。あとですね、予備校通ってる方がほとんどだと思います。っていう意味ではですね、しっかり次はですね、予備校のスケジュールを必ずチェックしましょうっていうのが、まあこれ計画ですね、ゴールから逆算する時のための一番材料になるのが予備校です。まずね、最後のセンターピンっていうのは、その願書だったり、本試験の日程ですね、まあ、そこは公式ページ、まあこれも予備校からアナウンスされるんですけども、まあ、しっかりそれは取ってください。で、あとは先ほどの2番目の話もなるんですけど、大中小と作っていく時ですね、その本番で、その中計画で小計画、これは何かっていうと、せっかく予備校に通ってるんだったら予備校のスケジュールを応用しましょう。で、本試験で、ズバリ当連ですね。で、当連もですね、最後の全国模試、あと直前当連、応用当連、基礎当連、各ステージに応じた当連がありますから、しっかりそれを中計画として捉えておく。で、最後小計画ですね、その当連にしっかり万全の準備するためにですね、日々の勉強計画ですね、じゃ今日は租税法3時間、今日は企業法2時間、しっかり計画作りをするというのが小計画です。で、こんな感じで最終的には日々の行動計画ですね、もうあとはやるだけと言えるぐらいまでに、しっかりゴールから逆算して大中小という計画をぜひ作ってください。まあ、これはもういつも言ってる通りです。で、2つ目、これもね、先ほど言った通りの大中小の深掘りのお話なんですけども、ズバリ本試験が大です。で、中が当連です。その中の中でも本番を見据えた全国模試で、その前の直前当連で、応用当連で、基礎当連、このように中目標の中にもさらに当連のランクっていうの分かれますから、しっかりそれもターゲティングする、もうしっかりカレンダーに書いててください。今だったら Google カレンダー使ってる方多いんですかね。まあ何でもいいですよ、スマホでも手帳でもいいんで、しっかりターゲットを見据えておくと。で、小計画、そのためにもう当連っていうのは本番前の練習ですから、そう、試験範囲で出ますよ当連にね。今回はテキスト1から出
ますとかですね、まあ、それをしっかりじゃこなすために当然授業も受けて復習もね何回か回さないとそれ本番アウトプットできませんから、でそれに向けた日々の勉強計画っていうのを最後小計画としてしっかり手帳に書く、しっかり手帳に書くってところまでがもうミソです。絶対やってください。はい、これに関してはですね、何が言いたいかっていうと、その予定を立てるときに月単位で当然予定を立てて、で1週間週間スケジュールですね、で例えば月曜日だったら月曜日の日々の勉強計画を手帳に入れていくと思うんですけども、今回週間計画のポイントをちょっとお話したいと思います。で1週間っていうのはご存知の通り、7日間ありますね。月火水木金土日と7日間ありますと。でポイントなんですけども、1日は、まあ、これバッファーって言い方をするんですけども、予備日としてですねぜひ置いておいてください。で半日でもいいです、半日でもいいので。これどういう意味かっていうとですね、当然なんですけども、まあ、勉強やってるとですねやっぱりその難しい論点に当たっちゃったりで、勉強ね、これいいことなんですけども、勉強やってるとですね、あこれもうちょっと復習した方がいいとか、もう1回転した方がいいとか、これ先生に聞いた方がいいなとか、要は計画外ですね、その自分の中で、ね、当然占い師もないですから、全部びっちりね緻密に計算して予定を入れる、これは無理です、僕でも無理です。なのでこれいいことなんですよ、いいことなんですけど、日々勉強してたらこれ先生に聞きたいなとか、要は1時間と2時間で狂っていくんですよ。で狂っていくと、まあ地理もでね数時間の差が1週間でも生まれますから、要は何か先ほど言った通り半日だったり1日ですね、もう例えば日曜日でいいですよ、日曜日っていうのはバッファーで残しておいてください。それがね万が一ね差がなくてですね順当に行った場合、もうこれはご褒美で、まあその半日はね例えばジムに行くとかですね、ランニングするとか友達とねとか、それいいんじゃないですか。まあ、そんな感じで要は1日バッファー設けておいて、万が一ですね週間のスケジュール狂った場合はそこで調整してほしいなと思います。でなんでこれを言うかっていろいろ理由があるんですけど、万が一そのバッファーを設けなくてですね、まあ当然皆さん前向きでしょうから、ぎっちぎちに予定入れるとですね、それがどんどんこなせなかったその差ですよねっていうのがどんどん溜まっていっちゃうんですよね。でこれ何が一番嫌かっていうと、この精神衛生上にめちゃめちゃ良くないんですよ。自分はちゃんとやってるのに、いや何か勉強方法が間違ってるんじゃないかとか、まあ、自分は頭が悪いんじゃないかとか、まあ、そういった感じで、まあ、どんどんタスクが溜まっていくと、これねもうめちゃめちゃストレス、もうこれ僕も経験しましたから、もう僕はめちゃめちゃ分かります。なのでこれがないようにですね、もうおすすめは日曜日の午後とかでいいですっていうのは、できるだけ空白、勉強はするんですよ、勉強はするようなんだけども、空白の予定っていうのもこれある意味予定なんだよっていうのは、僕はねぜひ伝えたいメッセージになります。はい、で僕もねこれ実際受験時代やってたんですよ。やってたというかですね、これはですね半強制的にやれてたっていう部分がありまして、何かっていうと、僕当時タッグ通ってたんですけども、タッグがねあの日曜日の夕方ぐらいに、いつもだったら10時ぐらいまで空いてるんですけども、6時ぐらいで縛ったりするんですよ、ビルのね関係なんでしょうね。なので、まあ、6時には強制退去させられるんですね。なので僕はですねその6時から、まあ例えばねいつも通りだったら10時ぐらいまで勉強しますよ、なのであと4時間あるなというところで、僕はですねその日曜日だけは1教材ですね、まあ、例えば財務会計の計算だけ持ってですね、マクドナルドに行ったりですねカフェに行って、それだけ解いて、まあ、普段とはね違う環境じゃないですか。普段は一人で勉強してますから、人が恋しいわけですよ。そんな中でねマクドナルドとか行くと普段と環境が違くて、時にはねちょっとカフェとか買ってね、まあちょっとカフェブレーキじゃないですけど、ぼーっとして、まあなんで勉強してんのかなとかですね、受かったらどうなるのかなとかですね、まあどういうことしようかなとか、まあそういう風に、まあ普段とはちょっと気持ちも入れ替える、これ精神衛生上いいわけじゃないですか。でなんでやってるのか、いつも言ってると Y ですよね。 Y の部分を明確に化してですね、まあモチベーションをもう一回ね維持したりですね、まあそんな感じに、とにかくリカバリーだったり心のメンテの時間に使いますから、1週間のうちに1日もしくは半日ですね、で私みたいにタッグが閉まる時間とか、そういうのをぜひ利用して、そのバッファー、リカバリー期間にぜひ使ってください。これはもうめちゃめちゃ重要なことです。でもうこれ悪いことじゃないんで、ぜひこれは思っておいてほしいんですけど、予定が狂うっていうのはこれ全然マジであるので、これをね責めることはしないでください。僕も実務入ってからもう予定狂うなんか日常茶飯事ですよ。まあ当然ね人とやる仕事ですから、相手方がね予定狂ってしまったり、こっちが予定が狂ってしまったり、それいろいろね、まあ関係で当初の思い通りにはいかないことがほとんどです。でそれをいかに調整して、先ほど言ってる通りゴールまで持っていくのか、まあこれが公認会計士含めてその前段階で勉強としての皆さんの、まあそれはミッションだと思いますから、そういった意味でね、ぜひこれは乗り越えてください。スケジュールを狂わす原因、これをしてたらね対策できると思いますから、これまた別動画で撮ります。実はそれを知っておくだけでも、まあ少しねその計画を狂わされることがないような人生を歩めますから、それもねまた別動画で撮りますので楽しみにしておいてください。まあ今日はねそれちょっと置いといて、とにかく余裕を持ったスケジューリングをぜひしてください。で、最後3つ目ですね。3つ目は何かっていうと、これは手段と目的の不一致なんですけども、その勉強自体ですね、勉強量、よく言うのが10時間の壁ってありますね。10時間勉強するためにはどうしたらいいんですかみたいな質問が来るんですけど、あとは何ページやるためにはどうしたらいいんですかとか、要はこの勉強時間だったり何ページを、すなわち量ですねっていうのを計画、目標にしないっていうのがこれ3つ目の教えになります。これは絶対やっちゃダメです。もうそれは目的と手段がもうこれ入れ替わっちゃってるんですよね。合格するためにあくまで勉強するんですよね。目的がすり替わってしまってる中で、これ
勉強してしまうとですね、次これとのギャップを自分が埋めなきゃいけなくなるんですね。要は10時間やるというのが次目標にすり替わっちゃってますからね。じゃあ今回7時間しかできませんでした、この3時間できなかった、ここでまたストレス抱えることになります。そうじゃないですよね。受かるためにはこんだけの知識だったりアウトプットがいりますよと、その中で逆算した時に10時間ぐらいいりますよと、でそれが結果ね9時間で終わるのか11時間かかるのか、それやったらいいだけなので、ここをね逆にしないこと、逆にしちゃうというか、もうそもそも目的が変わっちゃってるんで、まあそこら辺で迷子にならないように、これは3つ目で、しっかりね抑えてほしいポイントになります。はい、なのでこれも1つ目がポイントなんですよね。1つ目でしっかりセンターピンを打っとけばですね、そこが入れ替わることってないじゃないですか。最終的にはドローン式合格するんだと、そのための計画なので、まあここさえあればですね、まあ10時間やるとか、この試験だったらね3000時間とかありますけど、その3000時間やるのが目標ではなくて、結果受かれば何時間でもいいので、まあそこだけねセンターピンを下さないためにも、まあ1つ目ねしっかりやってみてください。何が言いたいかというと、勉強時間でも量でもないです、何ページもないです、とにかく解けるようになること、これが目標なので、ぜひそれに向けてですね戦略的に計画を立ててください。で特にもうこれは簡単に言いますけども、 A 論点 B 論点ですね、 C 論点を解くことがこれ公認会計試験に受かるための必要条件ではないので、少なくとも相対評価の中でみんなが取れるところをしっかり取っていく、そのために AB 論点ですね、絶対落としちゃダメな問題をしっかりできるようにマスターする、まあ、そんな感じで計画をねぜひ作ってください。あとちょっと補論になるんですけども、一応ちょっと良かれと思って書いておいたことがあって、まあ、当然ですけど論文受からないと公認会計準会になりませんっていう意味ではですね、最終的にはですね知っているか理解できているか、まあ、それがアウトプットできるかっていうのは担当式なんですよ。要は切れればいいんで足をね、じゃなくて論文式っていうのは最終的にはもう脳みそから手を動かして論述して、で答案用紙を提出して、で試験員に採点してもらって合格しなきゃいけない。実際ですね、論文式受かるためには知ってるだけではなくて手に覚えさせる勉強っていうのがめちゃめちゃ重要になります。なのでですね、書いてみたり解いてみたりですね、実際電卓叩いてですよ解いてみたり、まあ、そういった演習時間っていうのを、まあ、ぜひ面倒くさがらずにですね、ぜひその計画の時間にちゃんと入れてください。これはね一朝一夕では終わらなくて確かに辛いんですよ。僕めちゃめちゃやりました。時には模範解答を書き写してみたりですね、電卓もね総合問題1時間2時間ぶっ通して解いたりですね、まあ、そういうのもやってみて、まあ、それもしっかり1時間日々の勉強計画ですねにしっかり盛り込んで、まあ、それをね面倒くさがらずにぜひ一個一個やってほしいなと思います。勉強時間や量を目標にしないっていうのはもう本当にあるあるなので、よく友達としてね競うのもいいんでしょうけど、何時間やったとかね、できたらやっぱり点数ですね、まあ、点数は嘘つきませんから、まあ、点数でねしっかり反映できるかどうか、まあ、それにフォーカスしてほしいなと思います。まあ、要はなんですけど、まあ、自転車のね乗り方をいくら聞いても実際ね乗れないと意味ないじゃないですか。なのでこの試験も一緒なんで、いくらね理解してるインプットはできてる、それだけじゃなくて実際アウトプットできるか、しっかりね合格基準の回答が書けるかどうか、それはもう計算も理論も一緒ですよっていうのができるかどうかっていう感じで学習計画立ててみてください。でここからホロンです。でこれね学習計画を狂わす、まあ、2つ目ですね、2つ目に言った実は原因っていくつかあるんですけど、今日は1つだけお話ししておきます。で僕もこれありました、当然受験生ありましたからね、皆さんと一緒ですよ。何かっていうと、これ難しい問題に当たった時なんですね。当然なんですけど、例えば財務会計3時間やろうと、復習ですよ、しっかり授業も聞いて東レも解いたと、じゃあ復習3時間しようと、これ偉いですよ。でやってるんですけども、難しい問題あるんですよ、しかも AB 論点なのにね、まあ、自分の好みとかもあるでしょって時に、想定の3時間終わんないんですよ。4時間かかったり、時には先生に聞いてですね30分使ってもうプラス30分かかっちゃう、もうこれ全然いいことです。当然ねその問題対峙しようとしてますから。でこういうのが、まあ、どん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 蓄積していくと大きなね誤差となって就活スケジュールを狂わす原因になるんですけども、これ一つ教えがあってですね、これはですねフランスのボアンカリさんという方がですね提唱してる、これインキュベーションね、インキュベーションって他の意味もあるんですけど、インキュベーションっていうこれ問題解決の手法っていうのがありまして、要は何かっていうと、これ難しい問題当然やっつけようとしてもこれズバリ偉いです。ただですね、僕もありました、皆さんもあると思います、いくら考えてもこれ分かんない問題ってあるんですよ、しかも AB 論点なのに。でそんな時に限ってですね、先生に聞けなかったりですね、まあ、友達も聞けない、まああるでしょっていう時に、一人で考えなきゃいけない時に、これね一つポイントは捨ててください。で捨てるっていうのは何かっていうと、一旦離れてください。でこのインキュベーションの骨子は何かっていうと、最初は当然学習始めてる時ってすごい勢いで吸収するんですけど、あるね一定の規模で踊り場に行くそうなんですよ。これは人それぞれ踊り場のねレンジっていうのが異なります。当然ね基礎力とかありますから。でそこからですね、その分かんない問題、その自分の踊り場に対して、その今自分が分かんない問題っていうのはここだとします。でこれをいくら頑張っても自分では解決できないんです。ただですね、例えば財務会計でこうなったとして、他にね経営学勉強してみたり、租税法勉強してみたり、であとは例えばですね財務会計でも他の理論を学んでるうちに自分の踊り場がどんどん上がっていくんですね。まあ当然それ以外の論点の知識がどんどん蓄積されますから。である時にですね、まあ、これは域値って言ったりもします、臨界点とか言ったりするんですけど、ある一定の自分の基礎力が上がってくると、この論点が解ける時ってくるんですよ。別に
然勉強してなくても。で、皆さんもありません？ふとひらめくとか。よくあるのが、試験終わった後にあの問題ってみたいなのあるじゃないですか。本番では解けなかったのに、なんか自分がリラックスした途中でですね、一気に分かっちゃう。で、あああれ間違ってたとか、まあそういうのあると思うんですよ。僕も実際あるんですけど、っていう時に、まあ、とにかく何が言いたいかっていうと、こういう風に自然とね、他の勉強をしている時に総合的に自分の知識とかが固まってきて、このね、域地に達成する時がありますから、その時に、まあ、一気に問題が解ける自分になっているということが、これ往々にしてあります。まあ、こういった問題解決の手法のことをインキュベーションといって、もう要は何か一旦離れて他のね、まあ援軍じゃないですけど、他の知識が身についた段階でそれをやっつけられる自分になる時が来ますと。なので何が言いたいかっていうと、分かんない問題をずっとね、分かんない分かんないってやるんじゃなくて、そういった時は一旦丸だけね、丸だって付箋だって貼っといて、忘れないようにちゃんとしなきゃダメですよ。忘れないようにしっかり覚えておいて、で一回離れて他の科目とか勉強とか、まあ、それこそ先生がね、あの来るまで他の勉強やっちゃうとかですね、まあ、それが1日2日離れてね、先生が来る時もあるでしょうから、そんな感じでやりすぎないってことです。要はね、やりすぎちゃうと、さっき言った通り1時間とか2時間とかね、もったいない時間を過ごしますから。なので難しすぎる場合は一旦離れてください。もう一個だけポイントで言いたいんですけど、その時に重要なのが、しっかりその論点はとはいってもめちゃめちゃ一生懸命考えるっていうのがポイントです。これもね、あー分かんないもう無理って言って次の問題言ってたら、これは一生解けません。じゃなくて、一旦はめちゃめちゃ考えるんですよ。ただ時間を決めておいてください。一つの論点で筆が止まった段階で10分以上思考停止するんだったら離れる。こういうルールを決めておくっていうのが大事です。じゃなくて、あ、見た瞬間にもう無理、あーもう次の問題もういつか分かるでしょう、これ絶対無理です。じゃなくて10分間考えたんだけど、あ、これは違うと、今の俺には解けない問題だと。なので一旦離れます。ただ付箋はちゃんとしておいて、次絶対やっつけるからなと、やってみてください。で、一生懸命考えたからこそ、そのインキュベーションが起こるっていうのは、これね、重要な要素になりますから、ぜひね、これを忘れないでください。100% 毎回取り組んだ結果が、いつかね、その域地に達成して臨界点を越してですね、理解できるようになるっていう教えです。はい、これはホロンね、はい、ぜひ覚えててください。はい、ということで今日はですね、学習計画の立て方3選というお話をしてきました。まあ、学習計画絡みは過去動画も上がってますから、まあ、こういうのもね、いろいろ見てみて、いろんな切り口で話してますから、まあ皆さんね、ご自身の学習計画に変えてほしいなと思います。まあよかったらですね、チャンネル登録とか Twitter とかでね、シェアしてもらえたら嬉しいです。では勉強ね、まあちょっといろいろね、大変な時期続くと思うんですけど、引き続き頑張ってください。応援しております。では本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。